動画を見てくれてありがとう。私たちボンボンレンジャーは今日で終わってしまうかもしれない。なんでかって、それは動画を最後まで見てくれたらわかるよ。この物語は個性豊かなメンバーと世界征服を目論む悪の怪人と戦う一大叙情史である。爆弾戦隊ボンボンレンジャー。俺たちと同じレンジャー、同じ色、この世界にレンジャー2組もいらないぜ。せっかく私パワーアップしたってのに私の魅力が薄れるじゃない。別にいいんじゃない。だってレンジャーがいっぱい増えれば仕事も楽になるし。お金の節約だとか効率とか言ってる貴様には到底理解のできない話だぜ。レンジャーの仕事はお金のやりくりが大変なの。あとあんた最近筋トレしてないでしょ。筋トレ？もうそんなもんやめちまったぜ。レッドっていうのはな、筋肉じゃなくて顔なんだよ。イケメンリーダーがレッドなんだよ。ねえ、そんなことどうでもいいわよ。それよりあのマナレンジャーとかいうやつに会って大きさの違いを見せつけてやりましょう。そうだなブルー、俺が一番イケメンってところを分からせないとな。さあみんなボンボンバトルシェルに乗り込もう。もう意味わかんないあの二人。よし、みんなシートベルト締めろよ。オッケー、さあ行くぞ。ボンボンレンジャーファイヤー、ファイヤー、よー行くぞ。オラ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 。俺たちと同じレンジャー、同じ色。なんなんだよこいつら。俺たちのパクりやがって。こんなことされたら俺たちの仕事がなくなるじゃないか。まあ別にいいんじゃない。何言ってんだよお前は。悔しくねえのか。やめろやめろ。とりあえずこのボンボンレンジャーとかいうやつを見つけてやめてもらうよう言ってみようぜ。まあそうだな。じゃあ探しに行こうぜ。どこにいるんだボンボンレンジャー。確かこの辺で動画撮ってたと思うんだけどな。もういいんじゃない。別に帰ろうよ。お前まだそんなこと言ってんのか。こんな野郎。やめろやめろって。やめろ。おあたーって。お前らがマナレンジャーか。今日で閉店だぜ。そうよ、レンジャーは私たちで十分なんだから。ちょっと二人とも危ないでしょ。はいってって。いきなりぶっ飛ばしやがってふざけんな。閉店はお前たちの方だろ。レンジャーは俺たちの方が先にやってんだ。話し合いじゃ決着がつかないってことだぜ。そういうことだぜ。タッ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 。これじゃ拉致が開かないぜ。時間ある？お姉さん。時間ある？あるでしょ。ね、時間あるでしょ。いや、大丈夫。大丈夫ね、大丈夫大丈夫。それ大丈夫だから。ちょっとラーメン行きましょう。美味しいラーメンあるんですよ。ラーメン興味ないんで。本当？え、うどん？いや、全部興味ないです。いや、本当？大丈夫だ。よそ見してんじゃねえよ！待つんだぜ。なんだよ急に。このままやっても拉致が開かないぜ。そこであそこにいるギャルを先に倒した方が勝ちにしようぜ。なるほど、そりゃいいじゃねえか。乗ったぜ。イエーイ。
離れてください。なんだこれ。は？それは？うわあ！こいつらむちゃくちゃだ。まだまだだぜ。あ、こうして激闘を繰り広げたボンボンレンジャーとマナレンジャーの戦いは一度幕を閉じた。そして1ヶ月が経った頃、2組のレンジャーは、ダメだこりゃ。こりゃボンボンレンジャーファイヤー、ファイヤー、シグザー。もう一回行こうか。俺たちと同じレンジャー。はい、行きます。3、2、俺たちと同じ、あ、おなり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 って何。はい、行きます。3、2、ちょっと待って、ねえねえいや笑わせないの、ねえいや、ね、うるさいな噛んだだけだろ、ちょっと早くしてよ、おなり。はい、行きます。3、2、ねえいや、押してるから、やりや、押してるから、はいはいはい、積もってる、積もってる、はい、行きます。3、2、ちょっとやめなよ、みんな。そうだよ、もう、どうも。あ、ごめんね、ちょっと、声が、笑い声が、声が、ちゃんとやってもらっていいですか。おめでたい。すいません。じゃあテイク2です。3、解除完了。次は天才少年と最強ママと最強コラボですね。